これめちゃくちゃロマンのある話で、今の現代のエンジニアが、なんかすごい非同期メッセージングで DCI を作って、なんかよりこう、当初のあり得たはずのスモールトークの可能性に近づくみたいなロマンがまだ残されてると思う。うん、なんかでもそれ、最近クロージャーの、リッチフッキーの公演見てると、なんか割とそういうところあるっぽいなっていうのを思ったんですよ。クロージャーってリスクなのにスモールトークっぽいとこあるんですよ。うん、そうですね、うん。あれ面白いなと思います。うん、クロージャーとかアーランとかまあ、その上で動いてるエリクサーですか。エリクサー。ああいったものや、リアクトだとか、そういうサービス、アーカーもありますけれども、ああいう初期のメッセージングというのは、そういう有り余ったマシンパワーを、で、その、実際に組んでみたらどうなるか。だから、そういう意味でシミュレーションとサービスの提供を同時に行っている状態に、なんでしょうね、今のフェーズは。ハーランといえば、先月亡くなったジョー・アームストロング。あの人も、はい、移動機じゃないことを、アラン家の失敗というか、そのところを。そうですね。批判して、コメント残してますよね。例えば、非同期はどうなんですか？その、別のオブジェクトに何か要請したら、それは非同期実行されて、その結果はまた、リターンコードじゃなくて、違うクエリーベースとかね、イベントハンドリングになりますね。JS のノード JS とかがやたら、こういう書く段数地獄になるの。てか、プロミスみたいな概念使って、その書くとか。終わりまで待つ。終わるとこ待つ。いや、待たないんじゃないですか。もうハンドラーが責任を負うようになって、UFO はもう言いっぱなしになる。はい。メッセージだけ。したい時だけプロミスやればいい。はい。それ以外投げる。動機は基本ない。ない。動機デフォルト。はいはい。動機デフォルト。クエリーがあればいい。GUI プログラミングの方が都合がいい。ああマルチタッチでペンも使うみたいな UI とかだって、なんか、こっちの良さそうです、ね。そういうメッセージングって言えば、ハイパーカードのハイパートークってちょっと近くないですか？ああ、そうなんですよ、ハイパーカード。え、そうなんですか？ハイパーカードってメッセージ投げるんですけど、うん、誰かが受け取らなかったら後ろ行くんですよ。で、一番最後に壁紙に行くんですよ。で、バックグラウンド壁紙が受け取らなかった、が受け取るようになってて、誰かが受け取ったら、その受け取った人が、仕事する。だから、どっかをクリックしたっていう、このメッセージが投げられて、うんうんうん、その近い人から、こう、はい、テキストが、いや、俺は関係ないって言って、もうみんな関係ないって言ったら、その、なんですか、本当に物理的に壁紙まで行くんですよ。違う、リスト。で、壁紙のところの、なんで、リスポンスティビリティみたいなもんで、レスポンダーチェーンですよ。うん、うん、うん。だから、JS なんかやってるプロトタイプですと考え方が同じですよね。うんうんうん、なんでそこではその同期性が全くないですね。もう押されたとか、選択されたっていうメッセージは投げられるだけなんで。もし完全非同期のプログラミング言語環境だったら、さっきの、スタックトレースとしてのコンテキストっていうのは多分違うんじゃないかって気がします。なるほど。うん、それがスタックになるのかもしれないけど。できないですよ。非同期したらさっきのコンテンツはね。うん。なんか同期だから整数。コンテンツの概念だ。確かに。そういう意味では、もしその理想のスモールトーク72、非同期型だったと仮定したときに、そのコンテキスト概念で DCI の文章とかを読み解いて、非同期のつもりで、もしかしたら実際に非同期言語でやったらどうなるかは多分相当面白いことがわかりますよ。別の意味でコンテンツを持ってないか。僕は初めて触れた、オブジェクト言語がハイパートークだって。で、衝撃ですね。そのステートが、なんか文字を変更したらそのままなんで、保存とかそういうものがないから、全部がミューテと思ってるから、うん、あれちょっとなんかこれ、間違えてここいっぱいになっちゃったんで、もう消せないわけですよね。保存っていう概念がなかった。メモリー上と保存とかない。全部オブジェクトのステートを変えたら、そのままです。ロードもないです。保存もない。ハイパートークとか、ハイパーカードはバージョンっていう概念があって、スモールトークもやっぱり同じように全部ができるんですけれども、スモールトークはこう、ユーザーが変えたものを全部記録するんですよね。だから、メソッド単位で、まあ、メソッド、例えばそのソースはメソッドのプロパティとして保存されてるんですけれども、メソッドは自分がどういうふうに変わっていったかっていう履歴を全部持っていて、それを最初の頃から実装されていたんですけれども、そういったそのバージョニングの概念が
ハイパートークにかけてて、だからすごく開発やりにくかったですね。ひどくしてしまうと、もう戻せないっていう。そうそうそう、もう変わったら変わったまま。コンピューティングリソース、やっぱり70年代とかのリソースの制約のせいで、非同期とか、いわゆる追記型というか、全部履歴残すとか、そういう、まあ、麻酔としてからの符号的プログラミングがまだできないかった時の制約ってやっぱりあるはずですよね。当然こうしたかったけど、うん、今は難しい。それをなんか、だから、今のコンピューターリソースで、70年代、80年代のコンセプトをもう一回拾うっていうのは多分有意義ですよ。殴る。そういうのはないですね。そういう、どの分野でも新しいメディアとか新しいテクノロジーが出てきて、そのアーリーアダプターの頭のいい人たちは、ものすごいスコープでそのポテンシャルを探ろうとするじゃないですか。それはその思考実験的なところもそうだし、実際実装に動いてもそうだと思うんですけど。だから、まあ、オブジェクト、なんていうんですかね、パーソナルコンピューティングっていう意味で言えば、70年代、80年代、まあ、70年代かな、にもうすごい、もうあらゆること考えてあって、だけど、そこからもう、実際にそれが、まあ、商用化される中で、受けがいいところにこう、作れちゃうじゃないですか。だけど、すごい、それもったいないんですよね。で、その路線でもうずっと、その先、まあ、言ってみれば枯れていくので、本来やりたかったことって、実はまだやってなかったりするわけです。で、それ、コンピューターに限らず、他の分野でもあらゆる分野、そういうことありますよね。でも、そうで、例えば、電話ができた。その電話で、いろんな人が、いろんなことを試みたことって、例えば電話があれば、授業が、特定多数的にできるんじゃないかとか言って、A 地点と B 地点をつないで、B 地点に子供をたくさん置いて、電話で、なんかそういう授業みたいなことをやってるわけですよ。でもそれって十何年後かにラジオで実現してる。送信講座。そうそうそう。話し合ったりして。結構要は人間の想像力っていうのが、このメディアが新しくできたときに、それで試行錯誤していることが、その当時はできないんですけど、その先に、まあラジオかもしれないし、その先にはテレビがあるし、マクルーハンとか多分、そういうものをちょっと垣間見せるようなロマンがあって、いまだに多分、みんな好きなんですよ。そう。そうなんですよ。ネットバカとか。確かに、本当になんか、大抵の新しい技術とか、なんか、まあパラダイムとかディスプレイネーみたいに出てきて、20年くらいの間にほぼ全ての想像可能な可能性がやり尽くされるっていうのは確かだから、トマス君がパラダイムの本で書いてたんですよね。そうな。ほとんどがそう試されるで、いくつかは打ち捨てられるみたいなことなんだけど、実はそれを再発見するのが結構大事なんです。面白いですよね、だから。こういうふうに、その僕らがこういうことをやってること自体が多分ね、あり得る未来という。かつて予見、どっかで予見された。かつて聞いた。ないか。スモールトーク、スクリープの本かな、なんかサブタイトルで、過去から来た未来のコンピューターっていうすごいいい言葉があって、なんかそれ本当にいい言葉だなと思いますよね。例えばだから、iPad ができた時にアラン・ケニーダンナブックじゃないって言われたのも、そういう観点で言うと、当時出たばっかの iPad のスペックとか性能とか、あるいはユーザーのリテラシーではできなかったってことかもしれないんで、まだこれからダイナブックになるチャンスあると思うんですよ。iPad。彼らがそうしないと思う。まあ、iPad 最初に買った時なんかそういう文脈で買いましたね。iPhone 買わなかった。これはサイズが違う。間違ったのが最初に出ちゃった。あ、やっぱり正しいのが出てきた。買う。あのサイズで、当時のあのスペックで当然開発環境は入んないから、でもあれで iOS が始まったってことが、やっぱり、まあなんか不幸というか、なんか、さっきで言うと小コストってやつですよね。iOS は小コストとして始まったから。MacOS のようなの、サブセットみたいな。
だから後でその豪華けななで作ったら世界をなんとかみたいなランケがジョブスに言ってたみたいなのを聞いた、うん、ほらほらすごい。だから俺は買わなかったみたいな、なんか思いました。はい。違う。うん、なんかそういう技術的な理由で投資を置いてしまった可能性って、なんかいろいろあるんでしょうね、きっとね。今の目で見ただけど、なぜそれやらないのみたいなね。うん、本当ある種ね、こうやってスモールトークとかを考古学的に探求するのが、なんか最先端に通じてしまうっていう面白さがあります。そうですね。まさに我が読んでたりというところで。僕も、10分間のプレゼン作ってきたんですよ。おまじですか、ここに来て、飛んできましたね。いやいや、もう、ぜひ、そういう構造を。え、シール作られる。いや、もう、すごい、こっから。いやいや、全然、むしろ、軽めな。俺なんか、ここに行けば行くほどやりづらくなる。なんここまで、逆に耐えたみたいな。どこで聞いたのかみたいな。早めにパクッとやってくれる。しんどい。それは。エアプレイでいきますか。ズームを入れれば、ここにジョインしてスクリーンシェアに。ズームアプリで。あれですよね。Wi-Fi を。ゲストの方に繋いで。あ、そう、ゲスト Wi-Fi だと出ないので。今、はい。いや、ちょっと、軽めのやつもないと、ちょっと皆さん。うん。あ、いいですね。あの、コアの。デザート的な。デザート的な。これ、すごく重たかった。こっちでいいんだ。UI。イデア&コントローラーっていう。最初にちょっと話した通り、UI デザイン向けに、まあ、オブジェクト思考的な観点で、まあ、ドメインでもいいんですけども、対象、まあ、オブジェクトをどういうふうに定義っていうようなことを、まあ、いつも、そうか、最近とやってるんですけど、その中で、ちょっといくつか思ったこと、そう、僕はファミレスで、土日を夜中に作って、パソコンで、コーヒー、なんだ、ドリンクバーあるで、コーヒー、で、コーヒーカップを、まあなんかこう引き出すみたいなとか出して、まだコーヒーが入ってない状態のコーヒーカップを見たときに、なんかもしかしてこのカップがコーヒーなんじゃないかと思ってたんですよね。っていうのはもうしょっちゅう、もう、なんていうんですか、もう毎週習慣になっているので、もうコーヒーを、カップを持った瞬間、もうコーヒーが満たされた状況っていうのが、完全にリアリティを持って予知されているわけです。うん、で、むしろ、このカップがコーヒーで、で、こう、まあ、コーヒーを入れます。出てきます。で、そうするともうコーヒーがおまけみたいな感じなんですね。で、コーヒー自体は、カップがなければ、どこにも行き先がない。むしろコーヒーがカップなんじゃないかと。カップがコーヒーだ。だからこれ相手が、
ワインの仮面が、やっぱり、あれの側面じゃなくて、あの空間が仮面なんだみたいな。そうだよな。じゃあ、カップがコーヒーなんじゃないかみたいな。そういう、つまりその、なんていうんですかね。ずっと地みたいな。フォアグラウンドとバックグラウンドで、我々がこう、我々っていうか自分がこうなんか思ってることって実は、によっては逆転するかもしれないなみたいなことがある。で、そう考えたときに、ちょっと昨日、だからツイートしたんですけど、コーヒーを入れるとか、ホームランを打つとか言うんですよね。あとは穴を掘るとか。だけど、対象を考えたときに、ボールを打ってホームランにするんです、土を掘って穴を作るんです、だけど我々は、まだ、この存在していない、到達していない目標はたかも、手元にある対象、オブジェクトのように扱えるわけですよ。我々のこの、少なくともこの言葉の上に。意識の上でも、そこって区別してない。手順を飛ばしてると。そう、手順を飛ばしてるし、むしろこう逆転してるみたいな。まだ打ってないホームランが先にあって、それを打つぐらいっていう。で、あと、まあ、例えばインスタンスを生成します。生成したからインスタンスになってるわけだ。で、この3つっていうか、こういう表現に共通してるのって、何かを新しく作るときなんですよね。今ないものを作るときには、出来上がったものを対象化して捉えてる。それがまずある。で、ちょっと話は変わるんですけど、よくこういう図があるじゃないですか。なんかオブジェクト思考の説明みたいで、なんか車っていうのがあって、で、なんかメーカーとか車種とかっていうプロパティみたいなのがあって、で、走ります、曲がります、止まりますみたいな。そういう、メソッドがありますよ、みたいな。で、これはいいんですけど、実際に何かプログラム、アプリケーションを作るときに、例えばその、車みたいな、メインのエンティティみたいなものが、そいつ自体に、こう、メソッドを持って、そいつ自体が動くってあんまないんじゃないかと。なるほど。っていうのは、ですね、ちょっと別の例を言うと、よくオブジェクト思考 UI の、説明で使う図なんですけど、これ一般的なメーラーです。で左側に受信箱があって、真ん中に、メールの一覧があって、で、右側に1件分のメールがあります。で、これを、前はこういう図にしてました。オブジェクトとしてメールボックスと受信メールがありますよと。で、1個のメールボックスの中にいっぱい受信メールが入ってます。で、ビューには2種類あって、コレクションとシングルがあります。で、右側の受信メールオブジェクトに関しては、コレクションとして表示する、領域と、一件分のシングルとして表示する領域があります。で、それで、ちょっとこれは、なんちゃってクラス図的な表現にしてるんで、なんか3段階の四角があって、下に検索とか削除とか書いてある。で、なんかそこでできることみたいなことを言いたかったんですね。まあ、厳密なもちろんクラス図じゃないんですけど、なんかそこでやることみたいなことを書きたかった。ただ、例えばその、コレクション、いわゆるその、一覧表示、ちょっと戻りますけど、一覧表示で行う、なんかその、新規追加するとか、なんかこう移動するとか、なんか削除するみたいなものって、受信メールオブジェクトのアクションじゃないんだ。つまり、受信メール自体が、なんか検索とか、追加とかっていうアクションを持ってないんですよね。そういうのを行うのって、まあ実装上は何か、まあ例えばビューコントローラーみたいなものとか、何かしらそのビューを操作する
別なコントローラー的オブジェクトがやっぱりありますよね。ということで、こういう図に変えたんですね。だから図としてはちょっと複雑になっちゃって、なんか、こういうものに見慣れてない人には何言ってるかわからない、わかりづらくなったかもしれないんですけど、表示するためのビューと、その表示内容について何か処理を行うコントローラーっていうものを分けて、下にコントローラーとか。で、これ上からオブジェクト、ビュー、コントローラーっていうふうにあって、まあ、ちょっと MVC に似て、ちょっと似て感じですね。この3つの切り分け方。でですね、実際にコントローラー的なオブジェクトって、アプリケーションを作るときに、なんかいっぱい出てくるんですね。特にこの iOS とか、MacOS とかのフレームワークを使うと、なんか一個ビューを作るためにコントローラーができるみたいな。だからもう、これ実際ちょっと見づらいですけど、あるデスクトップアプリケーションの中にある、ヒストリーアイテムの一覧があるんですけど、それを表示するために左側にあるだけのコントローラーツリーみたいなのがめちゃくちゃ生まれてるんです。で、ただ実際にこの一覧を制御しているのは、黄色と赤と青で書いてある、アレイコントローラーっていう、ごめんなさい、左下のコアデータっていうモデルです。MacOS。と、実際にそこから、何かデータを抽出してくるアレイコントローラーっていうのと、テーブルビューというビューですね。実際はこの3つなんですけど、紐としては。ただその上にいっぱいコントローラーあるよね。コントローラーだらけだよ。で、コントローラーっていうのは、いろんなニュアンスで、モデルとビュー以外みたいな感じに使えると思うんですけど、さっきも言ったように、エンティティ的なオブジェクトっていうのは、実はその、アクションみたいなものは持ってなくて、その内部的に動くものはもちろんあったとしても、インターフェースとして、外に開かれてるものって多分あんまなくて、実際に何か、ユーザーのやることを、受け取ったり、ビューを変更したりしているのは、何らかのコントローラー的なオブジェクト。で、今これ1と2って書いてあるんですけど、よくその、オブジェクト指向 UI、いわゆる GUI の作法として、さっきも言ったように、対象物を選んで、メソッド。何かをする。名詞動詞ですよ、みたいな言い方をする。その時に、なんとなくイメージでは、名詞になる何かあるオブジェクトがあって、その中に、そいつが持ってるアクションを実行するみたいなイメージだけど、実はそれ分かれてて、対象物は、対象物としてなんか性質を持ってるだけで、実際動きは別な、ユーザーがあんまり意識してないコントローラーオブジェクトみたいなやつが持ってる。で、コントローラーオブジェクトって別な言い方すると、ユーザーインターフェースオブジェクト。そうなんですよ。だから実際動いてるのはこっちなんじゃないかみたいなふうに思ったんですね。で、いつもの言ってるんですけど。で、モデルっていうものがユーザーのメンタルモデルを、レプレゼントするものだとするならば、じゃあそのユーザーのメンタルモデルっていうのを、例えばですね。これメッセージアプリの、友達一覧みたいな画面なんですけど、これ、スミさんも知ってる、川添さんっていう人のをですね、消そうとしてます。送信相手の一覧じゃないですか。なので、これは僕のメンタルモデルにある友達というか、その相手の人がここに並んでるわけですね。で、ここで削除できちゃうわけですよ。デリート。ある人を消せるっていうことはどういうことなんですか？これはもし僕のメンタルモデルをレプレゼントしてるんであれば、ここでこの人を消したら、僕のメンタルモデルからこの人は消えるんじゃないか。
消えないといけないんじゃないか。でも、そうじゃないですよね、もちろん。そう考えると、これ石橋さんが、ハウスとホームっていう言い方をしてましたけど、スペースとトレースの。そうですね。だから例えば建物としてのハウスがあった場合に、それを壊しても、何かガラクタみたいなものが残りますよね。燃やしてもそれは何か、違う分子構造になって、どこかに残りますよね。ということで、ハウスって消せないんですよ。うん、だけど、意味論的なフォームって、生まれたり消えたりするじゃないですか。うん、っていう意味で、ここで消そうとしてるオブジェクトって、ハウスじゃなくてフォームなんだよね。うん、だコントローラーが、操作してる対象っていうのはフォームだよ。うんうん、意味的な存在だよ。というふうに、まず思いました。で次に、エンティティを、のインスタンスを追加するとき、これオブジェクト思考 UI で、よくこう、議論になるところで、対象物がまだないものに対して、オブジェクト UI はどういうアプローチを取るべきか。対象物があればそれを移動するとか、なんか変えるとかって、消すとかできる、うん。対象に対しても。対象物はない。うん、でですね、トイックな GoUI はですね、二つやり方がある。一つは、ちょっと見づらいですけど、よくテーブルで一番下の行が、空の行があらかじめ生まれてて、そこなんか入れると。で、そうするとまたその下に空の行が生まれて、あらかじめまだ値が入ってない、アンディファインドみたいなやつがいるという状況にする。つまりもう対象物として最初にある。それから、もう一つのアプローチは、テンプレート方式。これなんか、画面の作るところで、右側に、部品のテンプレートみたいなのが見えてて、それをドラッグアンドドロップすると、立体というのがインスタンスになります。だから対象物としては実際ないけど、テンプレートとして対象物があって、そいつを、していくみたいなやり方。なんですけど、例えばこの右側のですね、なんかこういうリストがあって、プラスとかマイナスとかあると。プラスとマイナスってこう並んでるんですけど、意味合いが違って、マイナスって今選択してるアイテムを消すんですけど、プラスって今選択してるものに関わらず何か新しいものが生まれるってことです。だからここでやってるのは対象物がなくて、ただコントローラーがインスタンスを作る。そうなんですよ。助かるんですよ。助かるんですよ。うん。うん。うん。そうですね。リストに対する操作っていうことにはならないです。いや、リストだとしても。リストだとしても助かるんですよ。リソースだったらユーザーリストに対してポストです、ね。この場合。もちろん、だからそういう言い方もできる。だからその場合って、コントローラーが、コントローラーに対するアクションです、うん、言ってみれば、そのリストに見えてるエンティティではなくて、リストのメソッドということもできる。そうです、そうです、うん。リストオブジェクトとする。これプラスのマイナスも受け取るコントローラーはこの、リストのコントローラーだと思うんですけど、プラス、マイナスを押すと、そいつがさらにリストのアイテムに、うん、メソッドをそのデリゲートするけど、うん、プラスだと自分が受け取って、新しいスタッフにしてやるわけです。だから、受け取り、最終的な宛先が違う。ネストとしてはそのようなものと言えるんだろうけれども、これを、だから、こう言われているときに、単純になんかエンティティが見えてて、そいつに対してアクションするんだみたいな言うんだけども、実際やってることって、もっと、泥臭いっていうか、だいぶ違うことやってるよね。うん、例えば、ハイパーカードだったら、この消すのはさっき言ったように、オブジェクトにこのプログラムします。コードがそこに入る。うん、ほんで、プラスの場合は、そのリストのところにプログラムが入ります。いや、実はでもそれで、はい、そうなるんですけど、
UI として見たときに、その物の認識としてどうなのかって話で、はい、やっぱその、ここに見えているオブジェクトは、素直に見たらやっぱ一個のアイテムであって、はい、リストっていうのは、その物として認知されないというか、されないんですね。抽象的なものだと思うんですよ。僕の、そうだ、これはあるんですけど、フォルダーを設けて、そのフォルダーに対するその、宛先っていうのがあって、その際、ここで個人に並んでます。で、追加するときにはそのフォルダーを選んで追加です。で、消すときには、ここの個人を選んで、デリートです。あ、そう、僕言ってると同じです。だから対象オブジェクトが、作成、新規作成のときには対象オブジェクトが、あの、フォルダーであると。レストもそうです。我々この UI イディオムとしての右のやつにも慣れてるから違和感ないですけど、うんうん、あれって何か今、青かデフォルトが選択された状態にプラスを押したときの意味っていうか、それが分からない。謎になってるんだ、うん。だからここにマイナスはいいんだけど、プラスは一応、プラスはここにあるべきだ。選択は意味がなくなってる。だってこのオブジェクト選んでる意味は別にないから、たまたま今、どこに行こうかって、どれをしても同じ時間にある。リスト全体も選んでるわけじゃないですか、ね。うん、実は謎になっちゃう。そうそうそう。謎なんですよね。うん、じゃあ本来そこは、プラスとマイナスの、その、個別の、あの、アイコンだけ注目すると、こういう謎が生じるんだけれども、うん、その、マイナスとした時に、消されるというのに対して、うん、まあ、人間側が、その、差異を見て、違いを見て、類推している行動を、うまくこう、ごまかして使うという。そう、うんうん、ごまかしてればいいですね。すごい綺麗に説明したのはさっきのスライドですよね。その、こう、オブジェクトとバーズがコレクションとエンティティでずれてるっていう説明がまさに今ので、ぴったり当てはまってるのかなと思ってます、うん。まあ、そういう意味では、今コントローラーって言ってましたけど、こういうリストみたいなもの、うん、コンテナー的なものも、うん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 、で、これはあんまどうでもいいんですけど、これあの、オブジェクティブ C なんですけど、これあるエンティティのインスタンス、エンティティオブジェクトのインスタンスを生成するときのコードで、なんかやたら長いよっていうだけでちょっと書いてたんですけど、ここで言いたいことって、エンティティデスクリプションっていう、まあなんかそういうエンティティを扱うクラスがあるんですけど、そのクラスもクラスとどういう意味ですね。だから対象物がまだないので、うん対象物に対して何かメッセージが送れないので、うん、クラスに対して、イデアですね。イデアの、まさに、今、イデアが出てくるんですよ。なので、そうなと思いましたよ。まあ、さっきのエンティティとコントローラーって、まあ、ちょっと乱暴ですけど、2つあるんで、僕って言ったときに、それに関しては、イデアの世界があると。うん、だけど、インスタンスが、まあ、さっきの話で言うと、ランタイム上で動いてるインスタンスって、洞窟の中にいるわけですよ。点線の下で。なんだけど、その、で、アクションは全部コントローラーがやってます。で、クリエイトするときだけ、そのイデア界にですね、メッセージを、イデア界に頼んでるんですよ。やばい。やばい。イデア界は、普段は、もうアンタッチャブルなんだけど、この時だけやっしょうがねえな。神様に直訴してる。願いが届いちゃった。しょうがねえんだ、作ってやるよって。で、こいつって洞窟の中にそれが生まれて、あとはもう勝手にやってくれ。壁紙ですね。なるほど。神が神だった。はい、壁。誰も引き受けない人が最後だ。で、その、ハーマンの司法界に関して、まぁ、あ、ちょっとこれも乱暴であるんですけど、あの、ソフトウェア、OOP に変換すると、まぁ、あ、こういう見方もできるんじゃないかなと。左上がさっきの言うと実在的対象というもので、僕のこの絵では、クラス。イデア界にあるクラス。でですね、さっきの、このね、このイデア界にクリエイトのリクエストすることができる。つまり神の世界に、神って言い方するとちょっと待って。じゃハイレガーだったら、神的なものか、天使とか、結構ね。ハイデガーの司法界がまた僕わかんないんですけど、
テントと。そう。まあ、とにかく、ここで言いたいのは、オブジェクトが、自分たちでいくつかのその、性質を持ってるんだけども、ここで、その、リアルオブジェクトを生成する、多分そのハーマンの方には、オブジェクトの生まれ方って多分書いてなかった。書いてないですね。ライフサイクルの話じゃないですね。実際そのソフトウェアでは、ライフサイクルがあって、生み出せる人が、イデアにリクエストを出せる人が、この司法界の外にいないとおかしいと思ったんです。存在ですかね。で、現存在もオブジェクト、この司法界に含まれてしまうので、僕はこの左、外にいる人っていうのは、デザイナー存在。もう仮に呼んでるんですけど。あ、インテリジェント。インテリジェントデザイン。神だ。インテリジェントデザイン。神にこう、はい、話しかけることができる。あ、なるほど。そうであると。いい子。ということで、ちょっと、ずっと、いや、そうでした。いや、面白いこと。オブジェクトカーブっていう順序ですね。これがまあ、オブジェクト UI だし、うん、まあその、モードレスですよね。で、これは、ちょっとその、実装的 OP、実装的に言うと、エンティティコントローラー。コントローラーって言葉は違う言葉でもできるし、まあ、こういう関係ですよ。で、モデルはハウスではなく、フォームである。それから、クラスメソッドっていうのは、イデアに対するダイレクトメッセージ。で、ソフトウェアデザイナーっていうのは、司法界の外にいる。以上です。ありがとうございました。司法界の、4つの整理は、僕は結構好きなんですけど、ハーマンと結びつけると結構大変かなっていう気はしていて、あれはあれで、なんか別の、なんていうか、こう、上のクラブクワドラプルとして、うん。だから、そう、全部デザイナーなりユーザーなりにとっては感覚的オブジェクトだし、結局、デザイナーとかエンジニアですら、ツイートとか、ツイートクラスの設計情報、なんかツイートのリアルオブジェクトって結局、デザイナーもエンジニアも触れないから、そういう意味では、やっぱリアルオブジェクトって謎な存在なんですよね。記述、観測したり、記述したり、設計したりする、触れてる時点で。そうなんですけど、ランタイム上であるオブジェクトからは触れられないじゃないですか。うん、ああ、うん。なるほど。つまりその、プログラムを書いてる時にしか触れられなくて。イデア界にいるっていうことですね。うん、なるほど。そういう感じ。うん、このクリエイトがすごく面白いと思います。うん、クリエイトは対象を選択してない、関係ない。うんうん、僕、それで、なんかさっきの、これタスクだよねっていう話あったんですけど、なんか、え、うん、あ、このクリエイトってタスクだよねっていう話、うん、なんか、DCI のあれ読んでても結構なんか、さっきのトランザクションが一方向にこう進むとかっていうのとかも結構そうだと思ってて、で、その中で出てるのって、結局、まあ人間が生きてる世界って右と左が違うみたいな。ここで、なんかプラスとマイナスが対象に見えてるっぽい感じだけど、本当はすごく対象で、それが面白いと思った。そうなんですよ。だから、そのクリエイトとデリートも別に対象関係に全然なくて、うん、そうそう。で、っていうのはやっぱこう、生きてる時間の中で不可逆の現象が起きてるっていう話だから、なんかそこですよね。それをこう視覚的にこう平面化するときに、なんかこう、そう、パッと見で対象っぽく見せてるっていうのにもそもそも問題があって、そもそもだからそういうこう非対称なものの見え方っていうのが、全然こう、実はこう、見えないというか、不可逆で非対称みたいな、うんうんうん、このプラスマイナスってこう全然なんかそういうこう、うん、完全に非可逆的な話なんで、ね、うん。そうですね。言われて、なることと思いましたね。可逆のように、あったかいのように思い込まされてるみたいな。あと、
オブジェクト、バーブっていうのはその通りと思うんですけど、その、それじゃない場合があるよねっていうのがあったと思うんですけど、その、オブジェクトが操作してない。その一個前です。あ、これの前。あ、その前。その前。あ、これですね。これ。これの、けど、すごく単純に、その右側の場合のコントローラーが出てる場合って、単純にそのオブジェクトオリエンテッドじゃないって言えばどうかなと思います。オブジェクト思考の場合では、やっぱりそのオブジェクトが自立性を持って、サブジェクトになる。オブジェクト自身が何か自分のことに対してする。それ以外は、表現に対して全てです。なので、このコントローラーとか、そのなんとかマネージャーとか、モデルそのものを操作するのが出てきたら、もうそれはオブジェクト思考じゃない。オブジェクト思考プログラミングじゃない。その、プロシージャーなんだ。その、フレームワークでよく MVC フレームワークっていうコントローラーっていうのは全くオブジェクト思考じゃない。モデルにゲットネーム、ゲットエイジ、なんかプロパティをインフォメーションハイディング全部無視して取ってきて、レンダリングエンジンになんか綺麗に表示してっていうのはもう全然 OOP じゃない。OOP はそのモデル自身がもう全部やる。例えば私フレームワークって言ってるんですけど、すべての、まあリソースと呼んでるんですけど、すべてのリソースがレンダリングエンジン。なんで、なんか、ダンプしたらめちゃくちゃなことになります。それぞれも。それぞれが、例えば小さいテーブルでもレンダリングで、テレダリング。だし、それを、例えばユーザーリソースを、クライアントに届ける。まあ、普通に考えたらユーザーリソースのデータを持ってきて、誰かコントローラーみたいな人が JSON にして、こうやる。じゃなくて、ユーザーリソースそのものがもう直接 JSON をクライアントに届けれるような仕組みを持ってる。トランスファーっていうのを持ってる。それが全部、それは大きい。でそこから取り出して、こう、まあ、要するに、ゲッター、セッターがあったらもう、オブジェクト思考じゃない。コントローラー、なんとかコントローラーがコントロールしてたら、それも自立性を奪ってるんで、コントローラーじゃない。なんとかマネージャーがマネジメントしてるんだったら、もうマネジメントっていうのを、それぞれのモデルがしてないんで、その外からマネジメントしてるんで、オブジェクト思考じゃない。っていうサイン、っていうふうに考えてますっていうプレゼントを作ってきました。山から始まる。けど別にもう時間もかかるから。まあまあ、いやでもいいっすよ。いや、最後まで付き合った。っていうけど、まあ、その。で、それ、っていうことは、世の中的にもう、ほとんどみんなオブジェクト思考じゃないじゃんっていう。その MVC フレームワークで言ったらそうです。ウェブ、ウェブアプリケーションのウェブ、MVC フレームワーク、特にアクティブレポートもそうですけど、そのレポジトリパターンでデータを露出する、ラストネームかフルネームかなんとかっていうのをもう明らかにしてしまってるコントローラーに対して、これはオブジェクト思考じゃない。オブジェクト思考だったら、そのユーザーに対して、なんかこの、お願いするだけ。テルドンタスクで。の OP の原則が。そう、ちゃうと、その、なんで、その MV さっきの、鳥倉さんのね、元々のオリジナルでは全然その意味と違うんで、コントローラーがこんなことしない。ただ、その、バインディングのメディテートしてるだけだから、OK。なんですけど、なんか、今、MVC ってこう、ウェブアプリケーションで使われてる文脈だと、もう真逆、オブジェクト思考の。もう全部、アクセス可能にしないと。レンダリングできませんから。ちょっとでも、聞く方かなと思うんですけど、ニューするオブジェクトは、生成されてないみたいな、話して、でもただ、ハイディガーの理論を使うと、実は吸収できるんじゃないかなと思って、ハイディガーのその、時間性っていう考え方あるじゃないですか。で、あれってどういうことかっていうと、人間にとって時間っていうのは、過去を自分の中で再構成し、かつ未来をその自分の中で予期して、意欲性という、過去、現在、未来、普通直線的に過去からずっと流れてきて、今現在があって、現在は今、この瞬間ずっと過去になって、未来がやってくるんだみたいな、直線的な、要はデカルト的理解です。をしがちだと、その未来にまだ発生していないオブジェクトっていうのは一体何なんだって話に、
なり得てしまうんだけれども、ファインディング的な理解で言うと、その3つが凝縮されて、今ここにあるということに、うん、未来も含めて、今ここにあるということなので、そのデータの実態があるかどうかっていう話に言うんだったら、確かにオブジェクトはない。うん、中でのオブジェクトの理解っていう、まあうん、話で言うんだったら、そのインターフェースと自分との間にオブジェクトは必ずあるはずです。そのニューで、ニューにする場合にはもう予期されているはずなので、そういう意味ではそのオブジェクト思考の、あのそのプラスマイナスの、文脈で。文脈っていうのは、別に。あ、じゃあ、わかります。だから、僕は最初コンプラを打つっていう、言えるよねっていうのも、我々の人たちは自然にそれは、うん、受け入れられてて、うん、だから多分あの UI も受け入れられてるんだけども、うん、実装は、まあ、もしかしたら言語によって違うかもしれないけど、うん、存在しない対象に対してアクションを起こせないって、うん、なんかこう、クラスメソッドみたいな。クラスメソッドみたいですよね。うんクラスメソッド、まあ、まさにクラスメソッドですね。最近ちょっと思うのは、イデアメソッド。オブジェクト思考プログラミングで、実あいや昔、90年代のオブジェクト思考の本とかだと、割と OOA、OOD、OOP で、分析モデル、設計モデル、実装モデルってなんか3つ分けてた気がするんですけど、最近、DDE とかの文脈とかだと、なんか結構そのもう実装レベルのものを引き出す言語でどんどん行くみたいな、風に捉えて実践してる人が増えてる気もしていて、でもなんか、ユーザーイリュージョンっていうのは実装モデルと全然違うものなので、ユーザーイリュージョンを作るための UI 上のオブジェクトのモデルっていうのは、やっぱり実装モデルと全然かけ離れててもいいんじゃないかっていうのは最近思います。そう、僕が。なるほど、なるほど。そう、僕言いたいのはそこを。そうですね。あんまりそこを。うん、完全に一致させて考える必要がないし、はい、そこを一致させなくてもいいんだよっていうのが、あれ、言語の出来展開みたいな話で、そういう話なので、うん、そこ一対一で考えなくてもいいんじゃないですかっていうのはちょっと、うん、なるほど。そう、DDD は明らかにその分析モデルと設計モデルを一致させるべきというのが規範なんですよ、ね。うん、なるほど。あ、レストもそうなんですよ。設計空間と回転空間を完全に分けてるんで、なんか設計空間でなんか定義したことを、その PHP とか Ruby のあのコードになんかしたくなっちゃうんですよ。もう定義されてるんで。だけどそれをすごく固く、そここのバウンダリーを越したらダメですっていうのは、安全が、そう言ってます。一つその多分背景あるのが、その分析モデルっていうのは何かっていう話があって、多分昔の OA とか OD ってすごくそこから考え方して、現実はそのオブジェクトモデルになるっていう、こういう、まあ、思想があったんで、そこら辺にあるものをオブジェクトモデル化すると。だから当然だけど、情報システムである限り、そんなものがそのモデルになるわけはないんで、ガラッと変わっちゃうんですよね。それを設計モデルって言ってたんじゃないかと僕は想像してるんですけど。だから、リアルの世界のものがそのままオブジェクトになるわけじゃない。で、DD の本で言うと、実際その貿易のモデリングをしてて、最初はその、シップとか船とかカーゴとか、そういったものが、モデル図に出てくるという有名な図に。だけど、実際にモデル化してみたら、そんなものは全然いらなくて、うん、どの船が運ぶかさえもモデル化する必要はなかった。うん、で、問題はそこでの権利義務の移転であって、船に証券とかですね、そういうものだけがモデル化の対象になってきたと、こう言ってるわけですよね。だから、オブジェクト思考の分析とかやってた人は、むしろその、具体的物理的な船とか、貨物とか、そういったものをモデル化していたからこそ、そこから設計モデルってところで飛躍があったと思うんですよ。うん、で、DD の思想ってのはそうじゃなくて、最初からその、船に証券とか、そういったものをモデル化すべきだと、うん、いうことはね、両方は一体ができるはずだと。だから DDD は、最初から、そういった分析の初期の初期からコード書けって言ってるわけですよね。うん、それ結構重要なメッセージだ。僕の考えは、それは、モデル化の深さは問題ではなくて、対象は違ってるでしょと。実際、その情報システムと別にリアルを、そのまま、リアルの世界をシミュレートしてるわけじゃなくて、リアルの世界を管理するための、まあ、我々の言い方は、帳簿組織、情報の構造っていうのを、モデル化してるんだから、それは当然対応しないですよと。すみません。その場合、はい、なんかその、これから作ろうと してるシステムが、より以前に、すでにリアル世界で、一旦抽象化されてるから、
それをまあシステム化すればいい。それは両方あると思うんですよね。うん、だから、普段に証券の場合だったら、これ、貿易歴史で何世紀もあるわけなんで、うん、その中でその情報処理のモデルが決められて、みんなで約束ごとをして、決まってる数字が、共通認識があるわけですよ。だからそうでない場合もあると。はいはい、だから、普段に証券でも、その、会社対会社、企業対企業との間のやり取りはプロトコルとして全部決まってるけども、うん、その中で社内でどうするかって決まってないわけなんです、全然。うん、そこのところは自分たちで考えればいい。うん、だから両方ある、うん。歴史的に決まってて、それを踏襲しなくちゃいけない部分と、自分たちで設計する部分と両方あるんですよ。コンテキストとかボキャブラリーの境界の話ですよね。うん、その共通語として業界とかで流通してるものと、うん、うちの会社はこういうものの違いだと思います。うんうんその2つの多分ズレがあって実装モデルとまず実装モデルに MVC の図とかでも結構1個問題があると思うのがユーザーのメンタルモデルって割と言われてるんだけど現実にはそれはデザイナーとかプログラマーのメンタルモデルであってユーザーのメンタルモデルってユーザーごとに全然違うしそれを確立化することも全く望ましいことではないので。